とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。スパイダーアーマーで、闘志の締め具を使ってほしいということですね。スパイダーアーマープラス、闘志の締め具で、昔の性能に戻るんですよね。25% 攻撃速度が下がったんだけども、それが、元に戻るという感じです。はい、ではちょっと使っていきましょうか。いけるか。それではいきまーす。火力はまあまあまああるね。うん、十分十分。昔はこんな感じだったんだよね。でも今は若干ね、攻撃速度が遅くなったんだよな。あれは昔の性能になると強いね。強い強い。そうそう、こんな感じで倒してるね。ずっと使ってたもん、最初の発売から1年ぐらいはずっと締めるだったよね。よし、行くぞ。いつの間にかなんか違う武器の方が強くなってきたんだっけ。いや、もともとなんだ、リーチが短めだから倒しやすい敵、倒しにくい敵がいたもんね。 OK、 いいんじゃない。やっぱスパイダー強いわ。うん、ものすごい攻撃的。それではキャプテン全部倒しましょう。いや、きついきついきつい。やけどに弱いんだよね。リーチが短いから、やけどもろに食らっちゃうんで。 OKOK、 やけどには弱い。これ難易度が上がった時のやけどは相当食らうからね、あんまり出なくていいんだけど。OK、 あーあと対戦とかにも弱いのか。そうそうそう、リーチが短いからそういうのにはすごく弱くなるんだよね。お、いる？いないか。モブダメージがとりあえず 40% 増加しました。結構きついな。 40% は結構きついぞ。 OK、 でもまだまだまだ全然いける。問題はこれからどうなるか。なんだ、略奪者に変わる余裕。お、まだいるぞ。どうだ、なんだ、クリーパー。あー、余裕です。これは多分余裕でいけそう。クリーパーはちょっと嫌だけど、でもエンチャントが入ってないクリーパーだったら余裕だもんね。 OK、 いいんじゃない。あと3体キャプテンいてくれるか。どうだ、下に、あ、いる。どこ、あ、いた。おーい、ひでえな。 OK、 脅威1んで、あれ、今日いないか。これ全部いないかもな。あー、いる。 OK、 ちょい待て待て待て、ひでえひでえ。よし、 OK、 ちょっと待ってよ、帯電きついって。よし、 OK、 旗全部取りました。ではあとボスだね。これだったら全然余裕でいけると思う。それではボスまで到着しました。余裕だね。モブダメージが 40% 上がってるけども、まあ、こっちの HP とかも減ってないし、そんなに、大丈夫です。ちょっと前やった時に、すごいひどいやつだったよね。あれに比べればなんてことはありません。行こう。あー、こんなもんか。こんなもんですか。
もうちょっといけるかなと思ったけども、まあまあまあ、でもね、いけるいける。このボスもそう大したことないでしょ。 OK、 あぶねあぶね。 OK、 いいんじゃない。あー、衝撃波だけじゃあんまりダメージ入らない。あぶねあ近寄りすぎた。あ、でももうすぐ倒せるわ。いやー、もう逃げんなって終わりー。はい、ということで今日はスパイダーアーマーと闘志のしめぐ、この2つを使ってみました。攻撃速度が上がりますので昔の性能に戻る感じですね。でもね、リーチが短いんで、やけどとか帯電にちょっと弱いかな。でもまあ、たまにはね、使ってもいいんではないでしょうか。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。